現代の還元落用の大型の雲蛛ら運蛇は中国の伝統的な体名楽器。枠に並べた小さなドラを土で鳴らすことによって旋律を演奏することができる。現在も使われる。日本でも民進学で使われた。伝統的な雲蛛らは音向の異なる銅製の小さな円盤を木製の枠の中に並べたもので枠の下部に付けられた柄を片手で持ち、 もう一方の手に土を持って叩く方式と枠を固定して両手で叩く方式がある。音向は地域によって様々に異なるが、音域は通常1オクターブ強である。それぞれの裏の大きさは同じだが、厚さを変えることで音向を変えている。近代には民族還元楽団で使用するために面数の多い大型のクモラが作られた。1975年に、 上海田影楽団が初演した、高水本流は26面の雲蛛のための3、学章からなる競争曲である。さらに大きな37面の雲蛛も存在する。これらの大型の雲蛛では、低音部に大きな羅を使用する。原子によれば、元の宮廷の演楽では、小さなドラ13個を木枠に収め、左手で持って、右手に持った土で叩く、雲という楽器が使われていた。 これが現在のクモラのもとであると考えられる。ただし、現代の壁画に描かれたクモラは、ドラの面数が一定せず、10枚のものもあれば14枚のものもある。それ以前の層にクモラがあったかどうかは、議論がある。疎開心が描いたという、過労ずに10面のクモラが描かれているという説があるが、この絵は現代以降のものだという。しかし、 四川省南江から出土した壮大の数面の羅は、雲ラかもしれないという。中国の画学では原則として使われないが、真の画学の一種である。丹のボルラクでは、片教と共に雲ラが使われている。湯島聖堂での民学の演奏。2008.4、20撮影。十面の雲ラが見える。ありがとうございます。